コントゥム省はベトナムの省の一つ。省とはコントゥム市。2015年の人口は49万5900人。中部高原地帯に位置する。北はクアンナム省に、東はクアンガイ省に、南はザライ省に、西はラオスとカンボジアに接している。地名の由来はベトナム語ではなくバナール語で、コンは村を、タムは湖を意味する。 1967年11月、ダクとの戦い。1972年3月30日から6月5日、北部高原戦線。4月23日、第二次ダクとの戦い。5月26日から5月27日、コントゥムの戦い。近年、土地争いの面で入植した、金属と先住の少数民族との間で、かいが起きていることは否めない。 コントゥム省は一支給県に区分される。コントゥム氏、学グレー圏、学派圏、学党県コンプロンコンライ県国ホイ圏、サータイ県、トゥーモーロン県イヤフドライ県性の高いコミュニティハウスで、有名なバーナー族をはじめとし、セダン族、ジェチエン族、ラグライ族等、多くの少数民族が住む。近年金属の入植が進んでいる。ありがとうございます。